今日はこちらの透明と不透明の切り替えができるフィルムについてその原理を解説します先日のニュースで話題になった渋谷の透明トイレもこちらと同じフィルムを使っています渋谷の透明トイレはどういうものかというとこちらのフィルムがガラス全体に貼ってあります中に人がいないときはこちらのフィルムが透明になって中に誰もいないことが確認できますトイレを使う人が中に入って鍵を閉めるつまりこちらのスイッチを押すと 壁全体がこのように白く濁って中で何をしているのかわからなくなりますそしてトイレの中で用を終えて鍵を開けるまたこちらのスイッチを押すとトイレ全体の壁が透明になってでそして中に人がいないことがまた確認できるようになりますこちらの透明と不透明を切り替えることのできるフィルムなんですけども実はトイレ以外にも使われています一番一般的な使い方はガラス張りの会議室に使われます まあそんなこちらのフィルムについて今日は説明しますこちらのフィルム実は中に液晶が入っていますこちらは今電源を入れていない状態です電源が入っていないときは不透明になっていて何も見えません次にこちらのスイッチで電源を入れると透明になりましたこれは電源を入れることによってこのフィルムの中に入っている液晶の並び方が変わります 液晶の並び方が変わることによって光がこのフィルムを通過することができますなのでこのフィルムは透明に見えますそして奥に何があるのか見えるようになります電源を切った状態だとフィルムは不透明です裏表どちらから見ても不透明になっていますこちらの液晶は PDLC と呼ばれていますこちらですね PDLC です ポリマーディスパーストリキッドクリスタルのそれぞれの頭文字 PDLC を取ったものです日本語だと高分子分散型液晶と言いますちなみにポリマーは日本語だと10号体と呼びますただ10号体って少し言いにくいので全部ポリマーで統一することにします PDLC はどんなものかというとポリマーの中に液晶が分散して存在している素材のことです この図は PDLC を書き表したものですこちらの四角い部分がポリマーですそのポリマーの中に丸いカプセルがありますそのカプセルの中に液晶が入っていますこちらの細長いものが液晶分子です PDLC について説明する前にまず液晶がどういったものかを説明した方がいいと思うのでまず最初に液晶について説明しますこれは液晶分子です 縦長の形をしています液晶の重要な性質に光学的違法性というのがありますこれはどんなものかというと液晶の方向によって光学的な性質が変わるというものです例えば今こちらの方向に x 軸を取ってこちらの方向に y 軸を取ったとします液晶分子の x 軸の屈折率を nx そして有電率を εx 液晶の y 軸方向の屈折率と有電率を NY とイプシロン Y にします。この屈折率と有電率が X 軸と Y 軸方向で異なるというのが工学的違法性です。液晶分子の屈折率と有電率の代償関係を今こういうふうにしたとします。Y 軸の屈折率と有電率が X 軸のそれと比べて大きいという状態にします。 この状態で外部から電解をかけると電解の方向によって液晶の向きが変わります今こちらの状態では外部から何も電解がかかっていない状態にしますこの状態からこちらの x 軸方向に電解をかけるとどうなるかというとこちらの有電率の違法性によって液晶の分子が y 軸方向を向いているのが電解をかけることによって x 軸方向に向きます そうすると PDLC の中でどうなっているかというとこちらの方向に電解を加えると液晶の方向はこちらを向きますこの時外部から何か光が入ってきたとしますこちらのポリマーの有電率と液晶分子の有電率が一致していれば光は屈折することなくそのまま透過していきますもしポリマーの屈折率と液晶分子の屈折率が異なる場合どうなるかというと光はちょうどここで屈折してしまいます 光の屈折についてて少ししだけ説明しておきます光が異なる屈折率の物体に侵入するとき光はその境界で進む向きが変わりますこれを光の屈折と呼びますここまで説明してようやく PDLC がなぜ透明と不透明の状態を切り替えできるのか説明できますこちらが先ほどから何度も出てきていますが PDLC です 透明と不透明を切り替えるためには外部から電解を加えてあげます。今は何も電解が加わっていない状態です。なのでこちらは不透明な状態になっています。スイッチを切り替えることによって電解が加わっていない状態と加わっている状態を切り替えることができます。今何も電解が加わっていない状態ですがこちらに電解を加えるとこのように透明になります。で電解を切るとこのように不透明になりました。 なぜこのの切り替えができるのか説明しますこちらの PDLC の両端を挟んでいる黒い太い線がありますがこれは ITO と呼ばれる透明な電極です通常電極というとこちらの不透明な金属の電極を想像しますがこちらの ITO と呼ばれる素材は透明で,でしかも導電性がある素材です。日本語だと酸化インジウム鈴と言います。 こちらの ITO を電極としますその ITO の間に PDLC が挟まっています PDLC の中身はどうなっているかというとこちらにポリマーがありますそしてそのポリマーの中に液晶カプセルがあります液晶カプセルの中には液晶の分子が入っています今 ITO 電極には電圧がかかっていない状態つまり電解がない状態になっていますそうした場合液晶カプセルの中の液晶分子はどうなるかというとこのように。 みんな違う方向を向いています透明電極を通して光が入射するとどうなるかというとここで屈折します同様にこちらもこのように屈折します液晶の方向によっては一部そのまま屈折せずに通るものもありますなぜ光が屈折するかというとポリマーの部分と液晶分子で屈折率が違うからです 屈折率が異なる物体の境界面では光は屈折しますこれは先ほど説明した通りですね光はポリマーと液晶分子の屈折率が異なることによって屈折してそして結局光は散乱してしまいますなのでこちらの PDLC は不透明に見えます白く濁って見えるということです 次に ITO に電圧を引火してこちらの PDLC の中に電解が存在するとどうなるかというと電解にによよって液晶分子の方向が揃うようになりますこの状態で光が入射するとどうなるかというと光は屈折せずににそのままこのままっすすぐに通りますなぜ屈折しないかというとこちらのポリマーの部分と液晶分子の屈折率が一致しているからです。 なのでどこから光が入ってきても p d l c の中で光は屈折せずにそのまま通ります光は屈折せずにそのまま通るのでこちらの p d l c は透明になります次に電解を0にするとどうなるかというと不透明の状態になります液晶分子の方向が揃った時にポリマーの屈折率とそれが一致するようにこの液晶分子を設計してそしてポリマーも設計するようにしています ちなみに透明トイレが停電すると中身が見えてしまうんじゃないかという心配があると思いますがそんなことはありません電気が来ていない状態ではこちらの PDRC は常に不透明になります電気がある時だけ透明になります、まあ、つまり透明の時はずっと電力を食っているわけですねで停電になったらあこういうふうに不透明になってくれるので、まあ、中身が見える心配がありませんということですというわけで以上です